ストックホルムにあるアルベーンの記念碑、ヒューゴ・アルベーンは、スウェーデン・ストックホルム出身の作曲家、指揮者、バイオリニスト及び画家。同年代のビル・ヘルム・ステン・ハンマルと共に、スウェーデンの主要な作曲家の一人として知られる。1887年から1891年まで、ストックホルム音楽院に学びながら、ヨハン・リン・デグレンの個人指導を受ける。生涯を通じ、指揮者として、 ヨーロッパを順延した。また、スウェーデンの宮廷楽団ホーブカペレットでバイオリンを演奏し、1910年から1939年まで、ウプサラ大学音楽監督ディレクタームーシケースを務め、同大学の男性合唱団、オーフィア・ダランガーを1947年まで指揮した。デンマーク人の画家ペーダー・セベリン・クロイヤーの妻で、女性画家のマリー・クロイヤーと関係を持ち、 クロイヤーの離婚後、1912年に結婚するが、1936年に離婚した。アルベエンと再婚した折には、マリエ・トライパック・クロイヤー・アルバインと名乗った。アルベエンの作品は、かなり伝統的な後期ロマン派の語法を示しており、色彩的な還元落法や、しばしば表題的な傾向、また、スウェーデンの風景を呼び覚まそうとする意欲が見出される。 あらゆるジャンルに手を染めたステイハンマルとは対照的にアルベーンは本質的に還元楽の作曲家であった。著名な作品として数えられるのはたくさんの男性合唱曲、5つの公共曲、3つのスウェーデン教師曲などである。また数々の舞台音楽を作曲した。その他の作品では劇不全音楽、グスタフニセ世、アドルフ作品49の エレジーがスウェーデンの王族の創創音楽として使用されるほか、祝典序曲作品25が時折、ノーベル賞受賞式で演奏されることで知られている。5つの公共曲は年代を追って作曲家の音楽的な進歩を示している。このうち、第1番から第4番までは、現在、数回録音されている。ありがとうございます。